ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズは、イスラエルの軍事、防衛関連企業である、ラファエル社などと表記されることも多い。ラファエル・アーマメント・ディベロップメント・オーソリティの名称でも知られる。ラファエルの名称は、ヘブライ語のオーソリティ・ホーザ・デベロップメント・オブ・アーミメンツの頭文字をつなげた語になっている。もともと、イスラエル軍、イスラエル政府に従属する兵器開発部門であったが、 2002年に株式会社化された。その後もイスラエルの国有企業として国防省と協力し、各種兵器の開発を行っている。ラファエル社の起源は1948年、第一次中東戦争時に編成されたイスラエル国防軍の技術部門である。1952年にダビド・ベングリオン首相はサイエンスコープスを2つのグループに分割することとし、 純粋な科学技術研究を行う部門をヘメドとして継続させ、兵器開発を行う部門をリサーチデザインダークターットとして分離した。その後1954年にサイド・ベングリオン首相によりリサーチデザインダークターットからオーソリティ・フォーザ・デベロップメント・オブ・アーミメンツに改名され、1958年にはラファエルと表記されるようになった。 1990年代前半、ラファエル部門は損失を計上しており、このことから株式会社化して業務内容を改善させることとなった。2002年にラファエルアーマメントディベロップメントオーソリティとして株式会社化されたが、同時に国有企業でもあるという状態となっている。2007年にラファエルの社名はラファエルアーマメントディベロップメントオーソリティから、 ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズに変更された。ウィキメディアコモンズには、ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。